こんばんは、山本純也でございます。3月の8日にですね、たっちゃんが初防衛を果たしまして4年目、なんと4年目なんですね。このドラマチックボクシングに花を添えてくれました。それはですね、今回のこの方は会場で見かけなかったんですが、どこに行ってたんでしょうか。富津雅さんです。ボクシングって本当に面白いですね。水野春夫です。もう K-1 は面白ないですね。もう K-1 の悪口言いました、はい、ね、もうやっぱボクシングを超えるスポーツはないですね。見てて本当に面白い。まさかあの時は、なんかお仕事に行ってて、で家であの録画してんのをそのまま見て、はいはい、終わってすぐ電話入れて、はい、ああよかったよかったー言って、はい、ありがとう。ありがとう。早速ご紹介しましょう。WBC バンタム級チャンピオン辰吉ジョージさんです。完勝やな。完勝。完勝。でもね、電話した方はまあまあそういう風にしてまあすごいなんか言ってるじゃないですか、はい、うん、受けた方、うん、何がないの分からないです。わしよかったなおい、よかったよ、いやよかったよ、もうわあブチ切れてるんですよ。誰や。いや声はまださんなんですよ。でも名前を告げへんから。あ、そう。でもね、もう興奮してたのよ。俺は録画で見てるから9時に試合終わってんだけども、僕が試合見終わったの11時前やの。はあはあ、試合終わってだいぶ経ってから興奮したおっさんが出ました。ファンの人かなと思って。ファンには違いない。うん、もうあのレベルの差をまざまざと見たね。うん、だからもう安心して見れた。うん、でも僕にしたら的確な嫌がらせ。いや、あの世界ランカーが ね、あの倒されるのをビビって倒されないボクシングをしたら倒せないのよ。まずね、タッチャー試合後の会見でやる気あるんかと聞きたいと。うん、そうやろ。向こうは倒されないことが一番の目標やから、うんうん、立ってるという変な目標を課題に置いてますもんね。そりゃ防御だけに回られたら当たらんよな。あんなことプロから娘帰ってけんやね。娘帰ってけんの。一緒になんかチャレンジャーのね、一緒に暮らしたいと立ち上がってって言ってたんですけどね。あれじゃ無理やかな。あの試合前の調整見るとかなりこうなんですか、長丁場判定までもしかして嫌な相手だったら判定になるんじゃないかな、なんかスタミナ重視というかそういう感じがこう見てるとしたんですが、本当は行きたかったんですけど、行きたかったんですけどコーナー回路してからセコンド側はもう行くな行くなと、うんうん、打ち合っちゃダメずっと言ってましたね、うん、僕セコンドの下にいましたけど、だから結局はあの行ってしまうと低いし頭を出すでしょ、ナックルを痛めてしまうと、うんうんうん、でそうなってしまうと次また試合にまた、うんうんうん、あの響いてしまうんで行くな行くなって言われて、やっぱあのタイトルを取るというのと初防衛するというのはもうやっぱり全然違う。じゃあ一緒ですね。何一緒だって僕はあのタイトルを取る質問した方グラ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 全然違うとか言うてえよ。一緒か。一緒ですよ。だってそうじゃない。だからあのタイトル防衛っていうあのあれがないですもん、経験がな、じゃなくてしたいっていう。ああ、そういうことに、あ、守るとかいう意識はないんや。ただ試合を楽しんでる。なるほどね。これはでもええこと言うたもんやけどな。流されちゃった。ええこと言うたもん。試合を楽しむ。そうそう、楽しむ。ほんで試合終わった後いつもこんなぐちゃぐちゃになってるのになってへんかったね今回。うん、だからあの風呂入っててもすがすがしかった。ええこと言うたね。前は試合はでも血だらけで、この2人も触れましたから。あ、染みるんや石鹸が。高いんですか。だから今回は全然染みず、血がこうたらたらってくるじゃないですか。で、子供洗っとったら体つくんですよ。それを見たうちの子は、あ、父ちゃん大丈夫かって言ってくれたけど、お父ちゃんもう大丈夫かって。パパは大変だということなんですが、さあ、ゲストはですね、我が番組のですね、期待の星120パウンドジェイコガーディオンスドブ西岡現在6連勝3連続 KO 中であります西岡。青コーナー120パウンドメキトーボセクリオカウントダウン66点歴戦の優であります。
3年ぶりの首都圏のリング登場です。今第1ラウンドが始まりました。画面背中黒のトランクスであります。こちらが JM 加古川日本バンタム級の1位、強烈前回はジャブを大切にしすぎた、左一本で決めてみせる。西岡はそう話していました。左がまさにうなりを上げてカルドナの顔面を捉えました。歴戦の言うであります。カルドナいきなり第1ラウンドダウンを奪われました。西岡軽いステップを踏みます。左です。右のフック、右のフックです。左です。左ゆっくり倒れた。強烈、西岡容赦はしません。さあ立てるかカルドナ。カウントが進め、立ち上がりました。ファイティングポーズを取りました。同じ2年前の9月には葛西雄一とも戦っています。多彩なキャリアの持ち主です。ミナッパー、ミナッパー、コステオのパンチ。カルドナこの試合3度目のダウン。しかし全くご覧のように表情を変えません。盛んに体を前に前に持ってきます。カルドナです。首を押さえてボディ、あるいは顔面にアッパーを突き上げます。左で西岡の首を押さえている。さあ西岡、ここでインファイトを見せたいところなんですが、浅尾レフリーが分けました。あっと、またここでローブローです。左右右のコンビネーション。さあまたこれもちょっとローブロー気味、上を打ちなさい。浅尾レフリーが注意を与えます。あっと、またローブロー、これはいけません。あっ、左のフック、これは不要にもらってしまいました。あっと、これはあっと、レフリーが試合を止めました。終了であります。試合終了であります。これは反則ということになりましょう。レフリーが試合を止めました。これは残念、3年ぶりのリング。なんとかこのプロ2戦目の負けを過ぎたいと話していた西岡なんですが、これはやはり西岡自身も納得がいかないようであります。という声ですね、マサさん。気持ち悪い最後というか、あんまり見たことがない最後やね。普通このラインでギリギリ、あれロブローかな、どうかなっていうラインのパンチは見たことあるけど、コンコン言うてんの、あのカップに当たってんのやろ。ノーアルカップ、そうです。なあ、あの、ま、こうこねてきましたからね。こねてきたね、女には分からんことこねられるってどういうことやろあれはいかんな、気持ち悪い勝ち方やな。あのでも第一ラウンドもうほんと早々ゴングと同時のパンチ、あれもうほんとに手応えあれキャンセルいいわ。そうですね、はい、自分でもなんか試合やったらいう感じせえへんよね。なんかうっとしいよね、あんな終わり方。そうですね、はい、まあせんけど、危なげなく、危なげなく、まあ、タッチャンカルドナと普通、まあ、あのシリモンコの前からスパーリングしてて、どんな人なの。スパーリングうまかったですよね。え、見ててもうまかったでしょ、なんか見たパワーのあるね。だからやったんでしょうね。なんかちょっとエネルギー不足みたいな感じだったね、体の中の減量失敗してるから。減量中ってなら試合前とか減量してるから、何どういうふうな減量やるってしてるんやって言ったら、アイスクリームだったからね。アイスクリームって呼んでもらえなかったらしいですよ。ちょっと西岡選手自身もあんまりちょっとスッキリしない部分でしたか。そうですね、はい、けど戦績も今初めて知ったんやってね、はい、66戦もやってたよ ね、あのマッカラとやってるし、葛西選手ともやってるし、あ、マッカラでやってんの、はい、まあ、歴戦の優だったわけで、だからそれだけ逆にどうですか、西岡選手、自分がプレッシャーかけてたっていう部分はあるんですかね、もうあれしかなかったと。いや、自分が一番あのダウン取ってびっくりしましたからね。あ、一番最初に、はい、第1ラウンドのタフやってビデオを見て知ってたから、はい、引き分けてるわけですからね、マッカラとかね。まあ、あのね、全然あの危ないところがなかったんで、これも干渉と言える。あ、よかったよ、おっちゃん
さて、西岡選手の今後の予定なんですが、6月の29日、大阪府立体育会館で、東洋1位のインドネシアチャンピオン、ジャック・シアハヤ。あらまあ。インドネシアのチャンピオンなの？ナショナルチャンピオン。国内チャンピオン。東洋1位？はい。あじゃあ、これ最大の西岡選手。今回あったら世界ランク入り？どうなるんですかね。いや、なるでしょ。なるやろね。なるでしょ。ならんでしょ。ありますわね。なるよ。僕なると思う。本当ですか。言っといたろうか。はい。誰に言うんですか。東洋太平洋じゃなくて好きないでしょ。好きないな。ということなんですが、もう普通通りにもう練習はしてますか、はい、ジムワークは。はい。今度のこの課題って言いましょうか。課題。やっぱりこの間1、2ラウンドで決めれなかったんでね。決めるチャンスの時に逃さず仕留めたいです。ワンチャンスを生かす。はい。あのタッチャン。さっきちょっと打ち合わせの時言ってたんですけど、ちょっと考え方を変えると、凄まじいチャンピオンになるみたいなね、西岡選手が。そう、なんか考え方を変えるとね、考え方でより、いろいろ工夫してね、自分なりに、練習法もいろいろこう自分に合うような形で、精神的にも自分なりにこう変えていけば、どんな部分なんでしょう。一言じゃ言いにくい、逆にまた本人じゃないかまだ分からないですよ、本人がどういう考えを持ってるのかも分からないですよ、足りないところっていうか部分なんですかね。だから一番本人が一番知ってるんですって、何が足らんとか何の技術が足らんとか、何で俺はこうなんやったら、ね、結局知らんとか言いながらもどっかの部分どっか知ってるはずなんですよ、自分の弱点と自分の長所っていうのは絶対誰もが知ってることなんですよ、それをみんなあの知らんとかほんまに知らんかったらもう嘘の子の才能がないのか。才能がないと生きる資格ないね。そこまでボクサーとして、この東洋1位、なんとかね、あのいつもこう序盤にいい形なんですけども、ちょっと慌てちゃう部分って言いましょうか、詰めが甘いねえなんですけど、はい、今回は非常に落ち着いてたっていう感じがするんですよね、この横浜の試合は。そうですかね、冷静すぎるっていうところがあるか、もう一人見てるっていう部分なんですかね、その時点で自分のこと知ってますよ、それをうまい上に変えていけばいいんですよ、変えていけばいい、そうですね、ぜひみんなでこれね、あの次回のドラマチックでですね、メインイベントとして扱いたいと思いますんで、またあのドラマチックは西岡選手ずっと見てますんで、はいね、頑張って、この後もお付き合いくださいね、はい、コマーシャルの後はですね、大野兄弟の試合をお送りします。さてですね、まずは大野兄弟のお兄さんであります大野茂之と、日本ジュニアウェルター級の新人王ありますね、佐竹正和の試合をご覧いただくわけなんですが、まあ、兄弟ボクサーである、それから、正さんのジムの進行ジムの後輩である、だから僕あのなんか、なんか福信夫さんの引退試合やった時に僕やりましたから、はい、スパーリングパートナー相手を、で2ヶ月ぐらい練習やってた時期に多分一緒にやってたと思うんですよ。かなり、西岡選手ともあの弟のね、伊佐夫さんは対戦してますし、ちょっとなんか因縁深いね、タッチャンのそれでスパーリングパートナーも務めてたんじゃなかったでしょうか。誰が？大野伊佐夫さん、弟さんの方。はい、はい、ですよね。でもなんかね、妙な関係で、あるというんで、まあどんな試合になったかと。進行ジムもぜひね、誰かね、グッと行ってくれんと。後輩が。と熱いメッセージがあったわけですが、その一戦をご覧ください。いやそんな熱いない。第6試合8回戦を行います。赤コーナー139番の進行所属、大野茂之。大野兄弟、先陣を切るのは兄大野茂之。本コーナー20歳のサウスポー佐竹誠一。第16回ドラマチックボクシング契約ウェイト63キロで行われます8回戦であります。さあ放送の解説は渡辺二郎さんです。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。この赤コーナーの大野茂之選手なんですが、はい、こちらは兄弟ボクサーのお兄さんの方なんですけどね、はい、弟の前に登場ということでかなり気合が入っておりましたが、今日はね、どっちも絶対 KO で勝つと言ってましたよ、はいはい、さあ試合が始まりました。第1ラウンドです。
大野茂幸進行ジム。1968年、昭和43年7月生まれの29歳です。今日が13戦目。8勝4敗という成績、8勝のうち6つの KO 勝ちが含まれております。さあ対するは青のトランクス、サウスポースタイルであります明石ジムの佐竹正和。いきなりパンチが飛び出しました。こちらは20歳、まだ若い選手であります。今日が8戦目、5勝1敗1つの引き分け、5勝のうち3つの KO 勝ちがあります。さあ渡辺さん、はい、大野はサウスポー相手の試合ということなんですが、サウスポー相手にまず気をつけなければいけないところどうなんでしょうか。やはりあのね、常にねオーソドックスの選手と練習してますからね、やはりあのこの感じをつかむというのはね、まあ、スパーリングでだいぶやってるとは言ってますけど、はい、やはりいざ試合となるとね8本数ですから、はい、その怖さのはね10本数ですか、はい、本人はサウスポーは苦手なんですと話していました。しかしやはりあのその中の要因の一つ、先ほど渡辺さんもおっしゃいましたが、はい、やっぱりスパーリングパートナーでサウスポーがなかなかいないと、そうですね、いうことも理由の一つのようですね、はい、やはりあのやや不利といえば不利だと思います。はい、デビューは91年の4月ということなんですが、93年、94年、そして96年と3年間ブランクがありました。画面左の大野、今年30歳を迎えようとしております。さあボクサーにとってこの29歳あるいは今年30歳になろうというこの年齢はいかがなんですか。そうですね、あのボクシング年齢というのがありましてね、はい、僕も24でやりまして、まあ、31までやったんですが、具志堅さんのように高校からねずっとやられて、で24か25で、まあ、最終試合なんですかね、そういう時もあるんです、はい、まあ、そのボクシングが年齢的いうのはやっぱり自己管理によっては全然違うと思うんです。はい、あとすでに右の目尻をカットしております大野茂幸。さあ一方の青のトランクス佐竹、去年の西日本ジュニアウェルター級の新人王であります。去年の12月に全日本での決勝戦で初めての黒星を喫しました。いかがですか。ちょっとね足を揃ったそうですね、時なんですけどね、揃いましたね、はい、の足が、まあ、あまりダメージはないと思うんですよね。まだ1敗しかしておりません。佐竹、大野が出る。さあこのままいった。しかし残り時間ほとんどない。第1ラウンド右、ここで第1ラウンド終了です。ラストロン、だいぶ進行ジムの中村会長からアドバイスをもらってますね。はい、もっと細かいパンチでパン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 といけというようなジェスチャーでした。さあ第8ラウンドラストラウンドであります。本当にポイント難しいですね。これ難しいですか。はい、このラウンドを取った方に、やはり取れた方がやはり勝利を目が傾くんじゃないですかね。なるほど、このラウンド非常に大事だと思います、はいはい、この試合は第1ラウンド、いきなり大野茂幸が右のストレートで佐竹からダウンを奪っています。しかし第2ラウンド、あるいは第3ラウンド中盤あたりから佐竹の方がリズムをつかみ始めました。スタミナがなくなりつつあります大野茂幸、途中からは手数も少なくなってきました。そこで迎えたラストラウンドです。パンチだ佐竹。佐竹選手はそうですよね、手やっぱ足を使う。そうですね、大野選手はやや打ち合いに持ち込んできてますからね、はい、じっと相手を見つめます兄茂之。29歳の兄に20歳の佐竹が立ち塞がるんでありましょうか。
武の方は依然として足を使っています。さあ手数を出さないといけません。大野茂之ガンダウェイの佐竹、しかし一発打っては下がる、足を使う、なかなかいい展開であります。ラストラウンド、どちらの気力、気迫、執念が勝るんでありましょうか。さあ残り間もなく30秒という時間帯に入ってまいりました。さあ大野が出ます。大野が出る、右左空振り。さあもう出るしかありません。大野出なければいけません。左、残り時間ほとんどありません。ラストラウンド、さあどちらに勝利が転がり込んでくるんでしょうか。第8ラウンド、ラストラウンド終了のゴングが鳴りました。勝利は判定に持ち越されます。ただいまの試合引き分けでございます。リングアナウンサー中山さんからドローというコールがありました。さあこの後は弟勲の登場です。77対77、1対0、規定の焦点に達しませんので引き分けでございます。大野兄弟のお兄さんね、茂之選手と日本西日本のジュニアウレタン級の新人王佐竹正和選手の一戦だったんですが、まあ、サウスポーとオーソドックスとまあ噛み合えへんねんけども、それにしても噛み合えへんすぎたな、なんかがっちり固まっちゃいましたね。なんかそう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 、なんかこういい方向がどっちもがずれてカチンとならなかったというか、なんかプラスとプラスやったんでしょ。ラストプラス、ああそうすると反発しちゃうと、ということなんですよね。ちょっとそんならあかんかな。さっきちょっと言ったんですけども、この後弟の勲選手が出てくるわけなんですが、西岡選手ちょっと今、ガラス越しにシャドウしてる姿、見ました。3年前ですかね。そうですね、ですよね、ちょっと変わってました。ちょっとチェットしか見てないんですけど、体つき大きく、やっぱり感じましたか。結局ダウンは奪ったんですが判定だったんですよね。どう変化してるかというところなんですが、何中、この時はどうなんですかね。西岡選手とやった時はジュニアフェザーでしたよね。ちょっとそれを見てみたいと思うんですが、日本フェザー級ですね。フェザー級ですね。で、弟の方は日本ランクに入ってるんや。そうです、6位ですね。日本6位、日本6位ということなんで、すごいな。まあ、そしてたっちゃんのスパーリングパートナーも務めていてというところですね。結構いじめられました。やっぱ兄弟なんかやっぱ嫌やろな。なんか同じ試合に出て、お兄ちゃんが先やって、まあ、この前の有沢兄弟も最初にカズが負けて、帰ってくるっていうのは、あれはどういう感じなんやろね。兄弟が僕いないから分からない。余計飽きません。僕に聞いたら兄弟いうのはな。西岡選手はご兄弟は妹が妹やれへんよな。女子プロレスとかになるって言ったらどうですか。いやそれはちょっとやめてくれ、やめてくれ。もうなんか自分の試合こっちにおいてまず最初にやってる方が心配でしょ、兄弟やから、その後セコンドに入るという場面もあそうかそうか、そうなんありますね。ちょっとそのシーンも、注目してご覧いただきたいと思います。その一戦で入ります。本日のメインイベント、ドロー、兄の分まで勝利にこだわります。日本フェザー級6位、新興ジムの大野勲。こちらが兄茂幸さんです。先ほどの試合で8ラウンド引き分けでした。弟の試合を見せます。対するは去年の西日本フェザー級の新人王、服部義雄。第16回ドラマチックボクシング、本日のメインイベントはフェザー級の10回戦です。兄弟での登場、赤コーナーが弟の勲です。
26歳ながら去年念願の日本ランカーになりました。ランキング入りして初めての試合ということになります。こちらが弟の勲です。兄は自分の試合の前気になっておりましたが引き分けでした。こちらは今日の対戦相手、去年5連続 KO 勝ちを収めた20歳のハングリーウルフ服部義雄。この服部は良くも悪くも1ラウンドが注目なんです。1ラウンドでの KO は2勝2敗立ち上がり目が離せないラウンドとなります。さあその第1ラウンドのゴングが鳴り響きました。本日のメインイベントフェザー級の10回戦です。さあおっと右エンジのトランクス画面右、日本フェザー級6位の大野勲であります。青のトランクスが去年の西日本フェザー級の新庄跳び、あっと激しい打ち合いになりそうです。第1ラウンド先に手を出したのは大野でした。画面右、それに大野選手の右、大野選手、先ほどね試合前に聞いたんですがね、はい、やはり右ストレートを見立ってくださいとね、もうすごい自信持ってましたね。その右ストレートでしたね。さあ右、さあ今赤コーナーからは行くな行くなという声が飛んでいます。大野勲、その声を聞いて少し冷静になりました。今日の対戦相手江坂ジムの服部義雄、1ラウンドでの成績は2勝2敗という成績が残っています。良くも悪くもこの立ち上がりなんです。渡辺さん、そうですね、この行き方ごっついプレッシュかけますね。はい、右、性格は非常に強いらしいですね。右、得意の右が出ます。大野、さあ右です。さあボディです。もう早速目が離せない展開となっています。26歳の大野勲、大野兄弟の弟です。右、あっとそれに返して左、そして20歳の服部義雄。この服部は一発というよりも手数コンビネーションで勝負します。さあ服部ですがかなりプレッシャーかけてきますね。そうですね、服部選手のトレーナーに聞きますとね、はい、前はもう攻撃一辺倒だったんですが、攻防のバランスも取れてくるようになりましたと。ですけど試合になるともうやっぱり行ってしまうんですって。まあね、まあ、不安からしたら非常に面白いんですけどね、それは江坂ジムの辻元会長も話していました、はい、どうしても体が温まる前にイケイケボクシングをしてしまうんだ。おっと左から右、服部、あった左から右です。右ガードしています。さあ前に出る服部、あっとジャブで顎が上がった。おうおうショートアッパー、右打ち合いです。おうあっとグラッときたか、大野大丈夫か。激しい打ち合いでした。第1ラウンドが終わっています。得意の右ストレート、第1そして第2ラウンドと連発しています。さあ第3ラウンドが始まりました。両者ともに KO を狙っての試合ということになっています。大野の KO 率は11勝のうち7つの KO ということで 64%、 一方の服部8勝のうち6つの KO 勝ちということで 75%、 ともに高い KO 率となっています。渡辺さん、そうですね、面白いですね、はいはい、そして服部は去年新人王戦の決勝戦で敗れるまで5連続 KO 勝ちを収めています。なかなかのハードパンチャーであります。先に一発あった方が、はい、勝つでしょうね。あ、そうですか、はい、こうペースの取り合いのお互いね、これ自分のパターンでやってますよ。やっぱり服部選手の方がプレッシャーかけていいようには見えますがね、大野選手もこれは自分の距離で戦ってますからね。大野の欠点の一つに相手が出てきた時に自分も乗ってしまうことが一つの欠点だ。しかし今日はセコンドの指示に、そうですよね、従ってますね。おさば引け、引かわおせね、はい、自分のペースで戦ってますよ、はい、ここまでお互いの持ち味、細かいパンチからの右でした。右、服部も決して悪くはないんですが、それを上回る
大野の素晴らしいコンビネーション、ここまで見せています。あ、鼻血出ましたかね、今の右で大野選手の右で服部選手、そうですね、おお左、あっと今度はロープを背負っています大野、服部の連打、さあ得意の連打が出るか、服部ショートアッパーパー、先ほどの大野の右ストレートを顔面にもろに食らいました、鼻血を出しました服部、さあ今度は服部が出る、自分のコーナーに詰めました、さあそしてまたリングの中央、左右、大野、江坂ジムの関係者はこの服部はあまりにも純粋すぎる、曲がったことが大嫌いと話します。中学時代はそれが高じて喧嘩ばかりしていたという服部、ただテレビで辰吉選手の試合を見てボクシングに出会いました。そこからはボクシングに没頭しています。ボクシングに対する情熱は人一倍ということです。右、さあ服部が出る、服部が出る、一発というよりも連打コンビネーションで相手をマットに沈めます。 KO 率 75% の服部、さあ少し大野の足が止まりかかっています。そうですね、今のちょっとね、ロープ背負ったら怖かったですよね今。はい、さあ第3ラウンド時間ほとんどありません。おお、いやー最後は服部のワンツー、素晴らしい右ストレートが出ました。第3ラウンド終わっています。このまま服部がね押し切るとね、非常にやっぱりこのラウンドというのはものすごくね、大野選手に対してもやはりこれ勝負に関わりますね。そうですか、はい、さあ注目の第4ラウンドが始まりました。兄茂之さんもリングの下で弟伊佐を見つめます。自分は勝利することができなかった、その勝利を弟の伊佐に託します。さあジャブです、服部選手意外と落ち着いてますからね、落ち着いています、はい、今日が12戦目、キャリアはまだまだ浅い服部義雄、8勝3敗という成績、8勝のうち6つの KO 勝ち、 KO 率は 75%、 服部選手狙ってますね、こう狙ってますか、その分ね手数が出てないんですよ、見すぎてね、はい、ほんで大野選手ちょこ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 打たれるでしょ、やっぱり当てようとしてるんですね。あーはー、そうですか、この代わり当てると強いパンチ打ちますけどね、ボディーアートワンツー空振り、さあ大野勲がロープを手にしています。さあボディの連打、ワンツー飛び込む、さあショートアッパー、さあ相手のパンチをよく見ています服部。さあ大野はですから一発に気をつけなければいけませんね。そうですね、さあ右、少し右ストレートを打つときに、まあ、同時に右の足も出るような、ちょっとバランスがね、おい、アッパー、おお、打ち合いだ、右の打ち合い、さあ場内も沸き上がります。右、さあ大野が足が止まってしまいました。さあ第3ラウンドまでは打っては離れて押しては引きというボクシングをしていたんですが、あ、大野効いてますか、これちょっとね足止まってますね、やはり先ほどのようにね、ある程度やっぱり距離を取ってね、はい、ヒットアンドウィーが大事ですね。そうですね、はい、やっぱり服部選手が射程距離に入ってきますから、はい、そこで左ジャブをつきながらね、右ストレートのカウンターを打つというのがね、服部選手の武器なんですよね。いや、大野選手のね、そうですね、はい、左ジャブ、少し顎が上がりかかりました、右、さあこれはきっちりガードしています。このあたりも江坂陣の辻元会長は服部の成長として例を挙げました。今まではガードは考えなかった、連打連打連打、ロープに詰めました服部、ガードもしっかりできるようになった、あー、ここでゴング、ここでゴング、第4ラウンドが終わっています。さあ第4ラウンド、あーっとこのアッパーカット、ここから
ぱ勢いはもう今、服部選手、すごいですね。第1、第2は、あるいは大野のペースだったんですが、はい、それを、まあ、一発のパンチで、手数で当たり出すとすごいですね、服部選手のパワーは、はい。さあ、注目の第4ラウンド、ずいぶんスタミナをロスしておりますが、その第4ラウンドをしのぎました大野、試合は第5ラウンドに入っています。さあ左のアッパーカットです。右のストレート。さあここから服部はどうする。左のコース森。右。さあ一発一発のパンチ、ボディーバランスも非常にいいですね。さあロープを手にしてしまっています大野勲。兄重幸さんの分まで今日は勝利を収めたいところ。ここで一旦離れます服部。20歳、今日が12戦目、まだ年齢も若い、キャリアも少ない、しかしなかなかうまい試合運びですね。そうですね。ああっと連打が、ああっと、うわっすごい。さあ細かいマッチ、右左ボディ、足が止まった、手が出るか。おお、大野。さあここは服部、一気にいくか、一気にいくか、手が出ない大野勲。スタンディングダウンね、手が出ないダメですよ大野選手。スタンディングダウンはあのルール改正で取らなくなったんで。あ、そうですか。だから手出さないとね。はい、あるいはもう試合を止めるしかないんです。さあパカッと空振り左。さあ相手の動きを見て右、右、まだまだ第5ラウンド残り1分以上あります。右、大野の手が出なくなった、足も止まった。服部は相手の動きをよーく見ている。そうですね、冷静ですね、意外と、意外と冷静に。ここは服部、相手をよく見ています。さあ細かいパンチ、左のジャブ、右、おっとガードしている。さあどうだ、第5ラウンド残り30秒。さあ森、あっと引く。さあ第5ラウンド、服部はどう出るか、残り時間ほとんどありません。右、さあ右のパンチを放ちます。大野も最後粘っていますが、ここでゴングです。第5ラウンドが終わっています。頑張りましたね大野選手。あ、ついにお兄さんの重幸さんがセコンド上がりました。ついに帽子をかぶっております。お兄さんの重幸さんが直接弟のセコンドにつきました。自分のことを一番よく分かってくれるのは会長とこの兄の重幸さんなんです。話しました大野勲です。おお、さあ試合は第6ラウンドに入っています。日本フェザー級6位の大野勲対去年の西日本フェザー級の新人王服部芳生の一戦です。念願の日本ランキング入りしてから大野勲初めての試合、しかし20歳の新鋭服部芳生の前に先ほどのラウンド足が止まりました。いいパンチをかなりもらいました。さあ右、あーとここで注意を受けました服部です。渡辺さん、これはどういうことですか。あのね、ローブローをね、はい、あの左のレバーを打つときにちょっと低かったんですね。ローブローですか、はい、その後に右ストレート打ったんですけどね、はい、その打った後にあの、まあ、レフリーに送られたから、自分があのローブローを打ったのに気づかなかったんでしょうね。そうですね、私もその右のストレートの方印象に残りました。またローブリー打った、左から右、さあ連打だ。服部の持ち味、連打コンビネーション出てまいりました。さあ大野もここは手を出しますが、
あ、大野のパンチに力がありません。試合は第6ラウンド。さあここで出ていきます。あー、ついた右、アッパー。さあ実態とは見ています。あーた右、マウスピースが飛び出しました。現在大野勲の口にマウスピースは入っていません。左、あごに入りました。左ノック、服部の左、大野がダウンを奪われました。立ち上がりました。日本ランカーをナックアウトで沈めました。レフリーが試合を止めました。渡辺さん、そうですね、今ねファイティングポーズを取った時に大野選手の、ね、顔を見てレフリーが止めましたね。それまでの試合をずっと防戦一方でした大野、はい、あれもうちょっとね向こう行けつくんでね、やれるというようなね、あの表情を出したらもう一回やる、再開できたかもしれないですけどね、はい、6ラウンド2分20秒というタイムでした。江坂ジム20歳の新鋭服部義雄、この日本フェザー級6位の大野勲をマットに沈めました。なるわ。まあいきなり決着が訪れたという感じなんですが、タッチャンを見てるともう序盤もうラウンドの 1,2 ぐらいからもうプレッシャーかけられてる、プレッシャーかけられてると、あの弟さんの方がですね、って言ってましたね、大野選手がね、どういった部分なんですか、そのプレッシャーのかけ方、服部選手ですね。いや、うまかったですよ、かけ方が、うん、でまたあのかけられやすいようにまた下がってしまいましたからね、単純に下がったでしょ、まっすぐ、なるほど、あんな風にやられてやっぱりね、スタミナ もう急激になくなりますからね、プレッシャーかけられた方は、でかけてあんな かけてる方はかけたで下がるし、自分のパッチを当たるし、スタミナを使うとかいうんじゃなく自信にって言うと倒せる倒せるっていう楽に試合ができるのか。西岡選手、大野選手と一回グローブを合わせてますが、ちょっと変わった部分はありましたか、同じでしたか。体つきが良くなってるのか、ボクシング自体はどうなんでしょうね。最初にピース取られてしまって、展開変えることができなかったんです。西岡選手も第1ラウンドですか、あれダウン奪って、はい、大野選手から、はい、でその後6ラウンドまで行っちゃったんですよね。あれ強いね。そうですね、しぶといところもあると。200発ぐらい持ったんじゃない。マサさんは、まあ、同じものもっと持てるでしょ、もっと持てるか。マサさん、服部選手が、俺現役の時こんなタイプだったんちゃうかってずっと言ってましたね、なんか自分を思わず。だから顔が大きくて、なんか5頭身ぐらいでしょ、彼6頭身ぐらいでしょ、だからああいう感じだったんちゃうかなと。多分これ、応援やりますよ。そうか、ごめんごめん。あの、たっちゃんの影響をね、服部選手は受けたの。竹山選手もそうやし、でこの服部選手もそうやし、責任ちょっと感じるね。いや、全然僕は僕のためにやってるから。いや、僕らとしては嬉しい ね。そうやってどん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 人口が増えていくというか、同じような気質の人が、責任感じてるぐらいやったら、もうすでに文言隠れになった時点でやめてます。そうやな、簡単に結論ついてしまいましたが、お知らせの後はですね、いよいよプレゼントのお知らせがあります。トミーズの腹ペコ亭はこの後も続きます。もうなんかコマーシャル中の方が面白いドラマチックウォッチングなんですが、プレゼントのお知らせであります。今ですね、こちらたっちゃんがですね、していますですね、ミズノインターナショナルウォームアップスーツ、上下セットで、なんとたっちゃんの初防衛記念ということで、サイン入りで1名の方にプレゼントしたいと。1名、はい、1名、はい、
もう貴重ですから、もう世の中に一つしかない、たくさんの貝。今着てるやつ、はい、匂い付き、汗付き、ポマード付き、メッシュサイズは L サイズで、あれポマード塗る、あとだけ今出ておりますね、それポマード塗ってるやつが、ポマード塗ってるやつじゃないか。締め切りはですね、単純入門の木曜日当日消し印の有効、僕の入門、当選者の発表は発表をもって返させていただきたいと思います。ここにサイン書いておこうか、はい、サインをね、サインをお送りしたいと思いますんで、まあ、というわけで西岡選手、まあ、とりあえずはその東洋1位ですね、はい、先にあるよね、ロングランプやから、まあ、そしてたっちゃんの2回目の防衛戦と8月ということなんですが、まあ、いろいろ言われてますけどもね、ここに言われてんの、はあ、いろいろ夏だ、夏に2回目の防衛戦があるなんてこと、そう、はあ、そういう風に言われてるのがまた悪口かな、はあ、俺なるほど、早くやってほしいですね、ファンからすると、まあまあ、1回あるということだけで僕らちゃんもちゃんと、うん、もう元気に生きれるから、最低ね1回見れるんですから、はい、もうそれだけで嬉しいです、まあ、西岡選手が勝って、そしてあっちゃんが2回目の防衛戦して、でも試合勝ったら勝ったでね、もういろんなその文句言われるんですって、もなんて言われるんですか、文句ばっかりだけど、なんで倒せへんかったとか、いや、なんか愚痴で、あとボクシングまでの裏でなんか評論家みたいな扱いしてるから西岡選手、どうもありがとうございました、頑張ってね、頑張ってね。